もう8月22日でだんだん秋に近づいてきていますが、世間ではいろんな秋商品を売っていて、さっきもレビューしたようにこういうビールとかも秋味とか、こういう秋っぽい、もしくは 秋限定のビールパッケージのビールとかを出したりしますね。でさっきは前のビデオでこれをレビューしました。でこのビデオでは、別のビール、多分これは発泡酒だと思います。ちゃんとしたビールじゃないです。あの前やったやつより少し値段が安かったので120円ぐらいだったかな、覚えてないですけど、秋酔い、いいな、いい感じの名前ですね。秋だけの限定醸造、秋酔い、秋の夜に酔うのかな、金ですね。これもちょっとアルコール強めで、強めっとるじゃないけど普通のビールよりちょっと高くて 6% です。では早速飲んでみましょう。お、これさっきのに違う味、匂いがする。もうなんか色も違う、こっちの方が全然超明るい。さあ、ちょっと甘い感じ、その砂糖みたいな甘さじゃないけど、よくわかんないですけどまあまずくないと思いますよ。でもどっちかって言ったらさっきのこっちの方がうまいですね。こっちの方がうまいです。これより、今飲んでるこっちより、デザインの方がこっちの方が好きかな。高濃度醸造による芳醇なコク、まあそういうことですね。あんまり俺ビールの味とかわかんないんで、ただレビューしてる。レビューになってないね。そしたらビールの味わかんなかったら、まあ新しい商品が出たよっていうレビューなので、味のことは大してわかりません。これも秋限定だけみたい、秋限定だけのようなので、ぜひもし飲みたい人は買ってみてください。ではありがとうございました。バイバイ。